Hello everyone! Did you enjoy the story of the Makioka sisters so far? Today is the last time I will speak in Japanese. Please read this QR code. There is an English translation. Please prepare an English translation before listening to this YouTube. Thank you.皆さん、こんにちは。お久しぶりです。今日はいよいよ、ささめ駅の最後、下巻のご案内をいたします。上巻は、ゆっこの巻でした。そして、中巻は、太鼓の巻でした。今日、下巻は、ゆきこ、太鼓、ゆきこ、太鼓と交互に出てきます。さて、今ご覧いただいているのは、神戸大崎の衣装庵ですね。谷崎がここに住んで、この家をモデルにささめ駅を描きました。ですから、ささめ駅の中に出てくるいろんなものが、この家に行ったら見えます。例えば、暖炉。このように暖炉がありますね。そして、食堂との間には3枚扉がつながっているとありますけれども、3枚の扉。そして、ドアのところのステンドグラス。ここに行きますと、ささめ駅の中に出てくる本当にいろんなものが実際にリアルに見ることができます。それでは、ささめ駅の話をしていきます。ささめ駅の最初は非常に幻想的なホタル狩りの場面で、話が進みます。ゆっこさんが岐阜にお見合いに行くんですが、そのお見合い相手のお家のそばでホタル狩りができるということで、幸子はもちろんですが、子供の悦子もついていくし、四女の妙子もついていって、そしてみんなで、非常に幻想的なホタル狩りを経験するというところから始まります。さて、ゆっこさんですけども、30歳を超えてるんですね。30になりますと、急に縁談の条件が悪くなりまして、この岐阜の沢崎という男、再婚なんですが、妻とは死別。子供、大きい子供がいまして、まあ、その人はもう別状態になっているという条件ですね。で、お見合いをするんですけれども、なぜかこの沢崎から向こうから断ってくるんです。原因ははっきりしません。つまり、ゆっこさんという人は今まで何回もお見合いをしてきましたけど、全部自分から断っていたので、初めて向こうから断られる。ゆっこさんに敵がつく最初ですね。そして、次に、橋寺、4人目ですね。橋寺という人との見合い話が持ち上がります。この人は再婚で奥さんとは死別しますが、ちょっと問題は思春期の娘がいるということですね。でもまあ、ゆっこさんはえっちゃんが大好きですので、まあ、娘たさんとの交際はそんなにいいハンデにはならないわけです。それはですね、実は貞之助と幸子が非常に気に入りまして、家族同士で付き合いが始まることになります。みんなで買い物に行ったりですね、そういうふうなことが始まりましたので、幸子はほっといたしまして、ああ、もうこれできっと一個はうまくいくやろうと思って、心に余裕が出てきました。川沿いに郵便を出しに行きまして、帰りブラブラと川沿いを帰ってきますと、向こうがバーッと全速力で女中が走ってきます。橋田さんから電話ですね。私に？ゆっこ父さんですわ。ゆっこと家におるやろ？それが出はりしませんね。奥さん呼んできてくださいって言ってますねんわ。どうしましょう。さあ、幸子、慌てて走って帰りますと、電話はもうジーンと降りています。あっちゃー、なんか悪いこと起こらないのになと思いまして、2階に行きますと、こう、窓から下を見るところがあるんですが、そこで、ゆっこは、ぼーっと下を見ております。幸子は息を切らせながら、橋寺さんから電話あったんやって。で、なんて？僕、梅田にいてるんですけど、よかったら今から梅田に出てきませんかって言い張ってん。ああ、そうか。あんな、行く言うたんやろな。なんで？せやかて、あんまり急なもん。ね、なんて答えたん？ちょっと差し支えありますよって言って言うといて。他に答えようがあるやろうに
って思ってるとジャーンと電話が鳴って、間に立った陣馬さんっていう人が、ちょっと一体何やったん、芦寺さんカンカンに怒ってはるでってなって、これが原因で、まあこれ縁談が、ダメになってしまいます。さて一方妙子なんですけれども、なんか最近着物が多いなぁ、それなんかちょっと太ったん違うと幸子が言ってみますと、なんと妙子はシャーシャーと、うん、うちな妊娠してんねん、誰の子、ケボンとより戻したからケボンの子供か、なんでケボン今度マンションに行くらしいわ、まあええきりやからこれで終わりやな、バイバイや、え、じゃあその子、お腹の子は、うん、バーテンダーのな三好いう人やね、初めて聞く名前です。まあ、こいちゃんはどこまでうちらを困らせたら気が済むやろ。今と違います。今だったらできちゃった婚って言葉もありますけれども、この当時、昭和の初めて言いますと、結婚前に妊娠するということは、女の子はもちろんですけど、それも家族の恥なんですね。もうどこまでこちらを困らせたら気が済むんやって、もう幸子はショックでショックで、旦那、貞之助に言いますと、しょうがないな、ともかくその三好いう人に会いに行ってくるわって言って会いに行きますと、この三好というバーテンダー、結構きっちりと考えた人だったので、まあやれやれということにはなりました。さて一個の最後の見相手、三巻稔という公卿家族の息子さん、世が言うなら大名ですね。話を持ってきたのは美容院の伊丹です。まあ実際伊子さんのメモデルであるとこの茂子さんの結婚相手は徳川の子孫なんですね。岡山の松平家の子族でした。これ実際の写真なんですよ。みんなで西安神宮に桜を見に行った時の写真ですね。向かって右からえちゃん、もどえん、えむこさん、もうだいぶ大きくなってますけれども、そして谷崎潤一郎、でも結婚した後ですからね、こちらもだいぶ大きくなってます。で、その隣が松子さんで、その一番左端が、ゆっこさんのモデルの茂子さんで、その後ろにいますのが渡辺明さん。実際に、茂子さんと結婚した相手ですね。で背が高くとスラッとしてますでしょ。と申しますのは、この松子さんの身長を見てください。松子さんよりも10センチか15センチ大きい。マスコさん身長150センチなんですよ。その理由は私とこう並んだ時、私153なんですけど、マスコさんちょっと小さいですから150ぐらいだと思われます。そのマスコさんよりも身長が10センチから15センチ大きい。明治の男にしますと、まあ、谷崎見たらお分かりのように、結構背の高い方ですね。ところが実際にはどう書かれているか、三巻稔、確かに供養家族の息子ですけれども、実は諸子おめかきさんの子供なんですね。でも家柄は良くて、諸子であっても財産はもらえるということで、非常にゆき子は気に入るんですね。で幸子が伊丹さんに聞きます。で仕事何やってはんの、さあ何やってはんのやろ、今何もしてはれへんのちゃうか、つまり無職なんですよ、まあ、せいぜいまあ結婚したら仕事ぐらいしはるやろっていうような感じ。しかもこれが作品に書かれたまんまにイラストの描いてもらう方に描いてもらいますと、まあ髪の毛がだいぶ薄い、そして全体的にずんぐりむっくりして、決してスラッとしたあの実像とは違うわけです。つまりさせめきの中には、実際のモデルのさんの渡辺明さんの中から背が高くて男前という要素を取ってしまってるわけですね。なぜでしょう。それはゆき子さんっていう人、見た目よりも職業がなくても家柄と財産さえあれば全て OK という、そういうふうな一個さんの条件を分かりやすくするためにわざと見た目を悪くして、そして無職というふうなことを書いてるわけですね。ここにはかなりのフィクションがあります。まあ少ないフィクションがあります。そして花嫁賞が2階の部屋にはずらっと並びました。これ実際の衣装案ですけれども、この部屋はここ小井さんがミシンを置いていた部屋ですね。今小井さんいません。よく見ますと4時半です。その4時半がだとこんなにずらっと花嫁衣装が並びませんよね。させめきの中にはここは6畳と書いてます。
サスメイクの中は一回り大きく書いておりまして、4畳半は6畳、6畳、8畳、もしくは10畳と書いてますから、実際の家より大きく書いてますから、どんなに豪邸だと思いますけれど、理想案は割とこじんまりした家で、私たちが住んでもおかしくありません。さあ、妙子、あの妊娠事件どうなったんでしょうか。この三好の子供は医者が取り出す際に手が滑ってしまって、死産をしてしまう。そして妙子は昇進の身で自分のミシンの置いてあった部屋に自分の荷物を取りに来ます。ふっと後ろにはお姉ちゃんの花嫁衣装がずらっと並んでいる。つまりゆっこと妙子はお互いに結婚しますが非常に対照的なんですね。幸せになりそうな生き子と、なんかいろいろとダメージの多い妙子、板倉には死に別れ、そして子供は死産をする。ここで谷崎ははっきりと自分の書きたいことを明らかにしてきます。由紀子というのは戦前に多い女性のタイプ。内向的で周りの流れに逆らわずに生きていく。一方で妙子は自分でバリ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 と自分の道を築いていきます。由紀子のような女性は戦前には非常に多かったけど、おそらく戦後は妙子のような女性が増えるだろう。由紀子と妙子を対照的に書いてるんですね。そして、ユキコという戦前で多いこういうタイプというのは、いわば絶滅種。戦後はきっとほとんどいなくなるんではないか。でも私はこのユキコを書いておきたい。こういうタイプは昔多かったんだよ。そして、サスメイキはユキコを書くための小説なんです。サスメイキのユキはユキコのユキです。サスメイキというのは半身間に振り向いて、手のひらにふっと降りますと、シュッと消えてしまう、そういう儚い、女性なんですね。その人を書きたい。さて、ユキコ、エスコに結婚するようになって嬉しいって聞かれますと、嬉しいこともなんともないわ、と言います。そして、お姉ちゃんが嫁ぐ時に歌った歌を思い出します。今日もまた衣選びに日は暮れぬ、嫁ぎゆく身のそぞろ悲しき。悲しいんですよ。つまり彼女はマリッジブルーにかかってるわけですね。いつまでも独身でいて、綺麗な着物を着て、シャラシャラとお姉ちゃんたちと一緒に花見に行ったり、春花見に行ったり、夏は蛍狩りに行ったり、そういう風な生活をいつまでもしたい。これがユキコの本音なんです。これで笹の駅を終わります。ぜひ皆様、衣装庵にお越しください。昭和が立ったのは昭和4年の8月6日に棟上げをいたしまして、根崎潤一郎はこの家主の家を借りまして、昭和11年から18年まで住みました。そしてこの家をモデルに松子と松子兄弟のことをほとんどフィクションなしに書きました。実はこの衣装は今で見れるようになったのは平成2年にロコライナーの不設の関係で、ちょっと北の方に移動いたしまして、昔のまんま、谷崎が住んだ時のまんまで建っております。ぜひお越しください。神戸市にある衣装庵は、阪神大崎から徒歩5分、JR の住吉から徒歩10分の距離にあります。毎週土曜日と日曜日に開館しておりまして、10時から16時まで、月に2回、私、辰巳俊と私の後継者が案内をしております。ぜひ、こちらにお電話番号のところに問い合わせて、お越しくださいまし。お待ちしております。どうも、ささめき参観、ご清聴ありがとうございました。これで終わります。